ですから。次はこの香り嗅いでみてください。これソース、ね、神戸元町の、 あのルービストロの宇野雄三と言います。今日はあの、牛肉のパイ包みを作らせていただきます。最初ヒレ肉から掃除からやりますね。ちょっと今日は4人前ぐらいの感じでね。ちょっとここに油がようさん出るんでね、この油の感じを見て、まあ、尻尾のとこ使われるんでしたらこう畳んでもらったらねいいと思います。今日はでもあのちょっと真ん中の部分をね、このヘレとかサーロインはやっぱり繊維がこう縦に入っているのでね、均一に入りやすいんで、ただあのももとかランプとかはやっぱりこうカーブしとったり繊維が荒かったりするので、パイ包みにすると熱伝導悪いから時間もかかるんですけど、なかなかパイとの焼いた時のバランスがねうまくいかないことが多いんです。パイ包みはやっぱヒレがやりやすいんですか？ヘレとあのサーロインとかね、まあそのやっぱりこう高級というかいい部分、いい食材っていうのはあの、まあ、値段相応でやっぱり手をかけないっていうかね、手をかけずにもう焼くだけでそのままうまく焼あの作業が少ない感じですね。あとももなんかですとどうしても値段が安い部分をどうしてもこう肉にの繊維が荒くて熱がこう逃げたりするんでね、で時間もかかりますね。黒毛和牛だと脂が強いね、どうしてもパイを焼いた時にちょっと脂が漏れるんですよね。これ紐だけちょっと一回軽くかけてね、これで塩コショウ、ね、まあ、ちょっと気持ち強めにね、コショウはちょっと僕はちょっと粗めの黒コショウ使ってるんですけど、これでこうやこの表面軽くあのまあ薄くね、焼き目つけるっていうより表面こうちょっと一枚膜作る感じね。それは形が崩れにくいとかそういう、いや、やっぱりこの生でいくと熱入れているうちにちょっとこう血がこうにじみ出たり水分がにじみ出たりするんでね、それを止めるだけのね役目です。そうですね、今弱、まあ、中火と弱火の間ぐらいですね。これぐらいですかな。
うん、でこれ成形してもうこれはもう外すだけでね、これで。まあ、これ太いもん、太いとこからずっと巻いてるんですけど、できるだけ同じ条件で火を熱伝導入れたいんでね。だからこういうもうあの結局冷蔵庫にこれ入れとったら一番いいんですけど、もうこのマーブル台なくてもね。でこの大きさにどう一番こうイメージしながらね、パイってこの伸ばした方に縮むんでね、ストレスかかった方にね。だからこう、均一に、まあ、あのパイシートやと伸ばす手間はないんですけど、あのパイシートだと今度あれなんですよ、あのできたままで使わないとこういう成形が効かないんですよね。あのね、伸ばしたりすることができへんから。できたらこういうのがあったらね、あのこういうのを買い求めてもらったら、まあ、パイシードでもいいんですけど、この肉の大きさがたびたび違うんで、2人前とか4人前とかなってきたら、でこの端っこの方はこうあの残ったらこうそれで包んで中に入れたら、でこう縦に包むより斜めに包んだ方が、あの少ないパイ生地で大きいも包めるんですよ。だからこの大きさをこう近くに置いてイメージしながらね。で、まあこういうパイシートを使うのに一番ちょっと気をつけているのは、もうなんか無駄を出さない、できるだけね。全部これ1枚でこう四角いから、オマールのパイとかどうしても丸にしないといけないんで、またパイの残さずにこれで使い切りたいのと、まあ、あとは厚さですね、厚さだけで。グルテンがどうしても出ますんで、一回冷凍庫で軽くね固めて、間にそのなんか要はマッシュルームとか挟んだりなんやかんやするんしたりするんやけど、もうこのままストレートで巻くの であとは食事で食べるので、あのお菓子 あの PTBA とかああいうんじゃないんでね、できるだけ食事の時はもう薄い方がいいですね。だからもうこの肉の感じと、まあ感じね、この、うん、でこれをこの粉を豆にはかないとパイのツヤと悪くなるのとね。でこれこういう鉄板みたいなのを冷蔵庫入れてる方がいいですね、次また作業するのにね。で伸ばす前もそうですけど、前段1個と卵黄2個とね、それ で砂糖 1g と塩 1g、 あのこのフランスのイノックスのフランス製のやつね。やっぱりハケはこれめちゃめちゃ大事です、あの縫ったりするのね、はい、あんまり凍らしすぎるとね、あれ結局伸ばしてすぐやとグルテンが出てしまうんで、一回グルテン出たら、まあ、ピザ生地なんかはグルテン出る前に焼き上げてしまうんで、
やっぱりパイなんかはやっぱりね、グルテン出る前にちょっとこう、バターが入ってるからすぐ固まるんでね、だいたい包むイメージね、これぐらいだったら包めるかな。こう、道理を塗って、デリケートなんでそこだけですよね。だから強引にやってしまうと正直にその部分から縮んでしまうんでね。だからパイがうまくいったりしなかったりするのはそれでなんですけどね。もうこの包み方が一番いいです。あんまり切ったりせんでええしね。このだけちょっとうまいことガードしといて、だからこういうふうにこう冷やしながらやると扱いやすい。300度で最初焼き上げて、こうパイって一気に最初に焼き色つけてしまわないとね、うまいこと扱うとこういうふうに扱いやすいんですよ。ただ無理やり伸ばしたりするとそこに正直に縮みますから、ストレスかかったところにね。こう1回目塗りますね。天板も冷凍とかしておいた方がいい。いや、オーブンの天板はもうこれですね。これちょっと冷やしてるんですけど、冷蔵庫でね、まあ、これそのまま温かかったら溶けますからパイね。だからうちが塗るやつ卵白でもいいです。ひっつきますから、これ表面だけね、どういうふうにするの、卵黄で。ちょっと冷凍庫を入れて、こう綺麗じゃない方をこう反対向けにかぶしますんで、こうグッと押さえて、であんまりこれが冷えすぎてるとね、切れが悪いです、割れてまう。これね、こういうふうに切れたらね、まあ、ここちょっともういいかな。こうだからちょっとある程度硬さがないとこう切れへんですよ、これね。でもしあれやったら包丁でこう入れてもうても、こういうふうにね、もうこれなかったらもう、まあ、ちょっと面倒くさいけどな。これプラスチックのなんかそんなも売ってますから、はい、まあ別にこれもその一応見た目だけなんでね。でこれかぶすのはあれなんですよ、切った方に力がかかりますから、切った方をかぶすとパイが上から押さえられてるんでね、パイが膨らむときに切れてる方に力が入りますでしょ。わかりますかね、こう押さえてるからパイの生地に負担がかかるの、押さえられてるんでね。だからこれ落ちた方の反対側ね。で落ちた方やとこういうふうに力がかかってるから、こういうふうにね、こっちにこう力がかかってるので、
焼いた時にね、力がかかってる方こう膨らむんですよ。わかります？そうです、先に向けて縮むんですよ。だから反対向けたらこっちの方が幅が広いから、こうやると綺麗ねんけど、こう膨らむんですよ。こう縮んで膨らむ、力がかかってるから。2回塗った後、ここも外れるから、これもう1回ね、これも2回塗る。もう一回塗りますので、ね、冷凍してね。あとはこうやって乾かしたりする寝かせですよね。だからできるだけストレス与えないようにね。で2回塗った方が絶対綺麗に上がります。ああいうあのアップルパイとかあの PTBA とかも必ず2回塗りますから。このかぶす前に2回塗って、このこれかぶしてからもう1回塗る。これ3箇所穴、絶対真ん中端っこ、もう端っこね。これめっちゃ大事です。なんでか言うたら外側から火入ってきますから、両方の外側から入ってくるんで、中心に行くまでにね、それを測るのに絶対3箇所開けとかないとね、いきなり真ん中刺してもどれぐらい入ってるかわからんから。でこれでこうね、煙突ってね作って、これね、もう一回寝かしていきます。これもうめちゃ大事です。これで5分ぐらいね、入れておきます。5分。やっぱりその粉のその質とか、そういう粉の特性からね、やっぱり理解してもらった方が、やっぱり日本の粉は日本のアメリカと体さんなんで細かく引いてるから、うどんとかそばのもとわりじゃないですけど、ちょっと割ったりね、7、3か8人ぐらいの、それ用に細かく引いとんすよ。だからこう混ざりやすいんやけど、細かい粒子やねんけど無理くり引いてるのもあるんですけども、やっぱりその細かい粒子の中に水が入らないんですよね、あれ意外と。だからパイとかに向いてないんですよ。で焼くのに向いてなくて、湯がくのにうどんとかに向いとんすよ、日本の粉は。だからパスタなんかはやっぱり湯がくのに向いとるんですよ、あのタイプ00番ってね。だからピザ、その代わりグルテンが強いからピザも投げたりせなあかんし、でだから熱いので一気に焼き切らんと縮むんですよね。だからせやけど、イタリアのピザってピエモンテなんか全部卵黄で作るっていうけど、どんだけ卵入れても重たくないんですよ。さ、まあそこの要市販のね、あれなんかパスタなんかそうですけど、でフランスの粉と日本の粉に卵入れたら卵麺みたいになるんですよ、ボテボテの。めちゃめちゃ重たになるんですよ、不思議やけど。でもやっぱりそういう風土がそういう風にさせてるんですよ。でフランスはなんで焼き物が多くて
パン屋が多いか言ったら、フランスの粉焼くのに適してるんです。だからパン屋が多いんです。300度で焼き目つけて、これちょっとこんな感じね。でこれで250に落とします。250に落としてちょっと鉄板1枚かまして、ここまで焼き色ねつけて、でこれで鉄板へ、これ250で落として、でこれでちょっとこのこれ一発こう網をこうかむして、高さを出すとね、あのこれで止まりますから、ここでももうとりあえずもう250度でもう焼き切るっていう、まああれもいいですけどね、その一回煮込んだ肉ありました、煮込み料理、煮込み料理をパイ包みにしたら失敗少ないです。ほんで煮込み料理のソースをかける、これいいです。それはもういいかもしれませんね。あ、まあ、やっぱり煮込み料理やっぱりバラから上が煮込みなんでね、だからやっぱり肩ロースが首とか牛ね、まあそれ煮込みやったら羊でもいいですよね、羊の。それ煮込み料理をパイ包みにしたらもう中火入っとるんでね、パイだけ考えとったらええから失敗はないですよね。でソースは出汁があるからそれでソースかけたりね、もうこうやってちょっと泡がね、泡いうかこうジューッと言い出してきた肉がちょっと焼けてきとるんですよ。ちょっと見てみますね、ちょっと刺してみて、あ、もうだいぶ来てますね。こっちはまだもうちょいかな、もう10分以内に上がります。もうええかなぁ思ってね、あ、もうだんだんこういうちょっとね風味がようなってきようんですよ。焼き上がってきたこの香り嗅いでみてください。ほら、わかります？いいか、はい、でこういうふうにちょっと香りがね、あの立ってきようんで、もうそろそろいける感じですね。もうちょっとやな、ちょっとソースも仕上げますわ。ちょっとバター多めにいきますか。これだいたい沸いてるとね、これ勝手にこのブクブクでつながるんですよ、あの混ぜんでもね、うん、フランスではそうしますね。フランスは何対何対で、あ、そうですね、マデラとあれ煮切ってるんですけど、それがだいたいまあ 30cc30 で、ほんでだいたい600cc ぐらいですかね、それで大体。でこれでつながってくるんでね、勝手に、まあ、ここ沸かして、これは美味しいですよ、ソース、これソース、ね、これね、まあ4人前ぐらいやからね、これ4人前ですか、これこれ4人前ですね、普通に。
つぐらいじゃないとね。では早速いただきます、はい、すごい豪快ですね。ちょっと切りやすい顔しますね。はい、あすごい柔らかいですね、はい、これ大きい塊みたいな、ね、はい、はい、そうです、はい、どうですか、うん、めちゃくちゃ美味しいこんな太るのにお肉、そうですそうです、すごい柔らかくて脂っぽくないんで、はい、だからやっぱり結構思ったより量、そうですね、なんかあの最初見た時ちょっと多いかなって思ったんですけど、黒毛、はい、和牛やったらちょっと、はい、ちょっと脂っぽくなる、なんか外もパイ、ちょっとパイってしそうなんですよ。パイ料理にはこの油なのでパイで、この油身の少ない赤身の肉でね、ちょうどうまく成立するかなみたいな、はい、すごいあのパーティーにぴったりな料理だと思います、はいはい、ぜひ使ってみてください。はい、じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございます。